ピチャーイアスピスド以来イニーヤムバスピスエニヒ,ヒマッティカスピトゥリアスピスズナはデボン期中期に生息した無学類の分類群の一つである。頭部はカシラに覆われ前方に長く伸びたフンを持つ。イタガワ類などの魚類と共に海や三角州に生息した。オーストラリアクイーンズランド州西部の上ジな盆地で発見されたピチャーイアスピスド以来と、 ニーヤムバスピスエニッヒマッティカの2種のみで構成される。ピチャー・イアスッポダは、しばしば、幻覚の盾と訳される。ピツギは、デュボイシアの葉とアカシアの灰から作られる、幻覚剤で、アボリジニのシャーマンが用いた。ピトリアスピスの発見者、ギャビン・ヤングは、最初の個体を調べている際、彼は、自身が幻覚を見ていると疑ったことから、この幻覚剤の名前にちなんで名付けた。 前方に長く伸びた突起は、ガレアスピス類や骨孔類のボレアスピス科などが持つものと類似している。だが、ピトゥリアスピス類は、カシラコウの上面に微化水体孔を持たない、眼下の直下にくぼみを持つという点でこれらの魚類と異なっている。よりよく研究された、ピチャーイアスピスド以来は長く伸びたカシラコウと槍のような風を持つ。ニーヤムバスピスエニヒマティカは、 より小さくて、フンも短く、カシラコウは三角形に近い。デボンキのゴンドワナ東部からは、ピトリアスピス類以外にカシラコウを持った、無学類は産出しない。これは、ローラシア大陸とゴンドワナ大陸が海洋で隔てられ、旋回の生物の行き来がなかったことを示唆するものである。ありがとうございます。